そうですね。もちろん北海道で震災が起こったことも知ってるんですけど、私がこの K ナビで北海道で来るようになった4月から、特に札幌にいると全然震災があったっていうのを感じることがすごく少なくて、今日 VTR を見てまだまだ瓦礫がそのまま残ってる地域もあるっていうことで、まだ全然こう復興しきってないなっていう感じはしましたね。あとは例えばその北海道内でも都心部は割と早くこう復旧したりとか住みやすくはなってますけど、また地方に行くとそうじゃない地域ってたくさんあると思うので、今後そういう地域をどうやってカバーしていくかで、震災に遭われた方も多分100%震災前の暮らしに戻ることって多分なかなか難しいんじゃないかなと思うんですよ。でもそれに近づくためにはどうしたらいいんだろうかっていうのを、こう私も含めて周りの人たちみんなで考えていくのも必要なんじゃないかなって思いました。まあ、とにかくね、ジンギスカンでも、いや、そう椎で茸すでね。も、マスカップでも。まず足を運ぶ、あとはその土地の特産品を買うっていうことが復興のお手伝いというか、何か私たちにできることの第一歩だと感じましたね。あとはなんかやっぱりその被災されてる方であってもすごく前向きにどうにかしていこうって、どうにか地域を盛り上げていく行こうっていう姿勢が今日 VTR の中で見れたので、それがすごく希望だなって思いました。はい、ありがとうございます。